パーソナルトレーナーのユージです。今日はですね、立ったままで終わらせるストレッチということで、ちょっとね、ある人からゴルフに行くので、ゴルフ場でそのまま立ったまま終わらせるストレッチを教えてくれないかということで、まあそれでね、今日ちょっとこの動画にまとめてみたいと思いました。まあそういったね、立ったままやるストレッチであれば、ゴルフ場とかそういうところでね、寝そべったり座ったりがなかなかできないとか、まあそういうところ、あるいは仕事場でもちょっとした隙でね、まあ、あんまり人が見てないとかね、ちょっとだけこれぐらいのスペースがあれば、ちょっとストレッチしたいな、みたいなことあるかと思うんで、まあそこはね、寝転んだりはできないと思いますので、まあそういった仕事場でもできるストレッチとして、今日のストレッチをね、ぜひね、役立ててもらいたいと思います。で、まあちょっといろいろやっていきますけれども、まずはね、腕を上げてサイドを伸ばすストレッチというので、足肩幅程度なんですけども、足肩幅程度。そしてこの手首を掴んで上に伸ばします。ちょっと上切れちゃってるから、手首を掴んで上に伸ばします。で、これを今ね、こっちに伸ばしていくんですけど、倒す方のサイドの足に体重をかけて、そしてこれを肘を伸ばすようにして、遠くに、ただただこっちに行くんじゃなくて、肘を伸ばして斜め上に伸ばすようにぐーっと伸ばしていく。で、倒れるかどうかというのはちょっとだけなんですよ。で、これによって今こっち立てるかというと、それで大円筋から広背筋をぐーっと伸ばしていく。これを無理してこうやって倒すとかいうわけじゃなくて、斜め上の方向にぐーっと引っ張っていくような感覚。これを逆に体重かけていくと体がこうやって逃げちゃうから、こういうことじゃなくて、こっちの足に体重かけたままね、行くべき方向に体重かけたまま斜め上にぐーっと伸ばしていく。斜め上でいいということです。で、今度逆、反対の足に体重かけて、今度逆に、これ肘を伸ばすのが大切ですね。肘を曲げないように、曲げたらね、全然ここは伸びないですね。肘を伸ばすから大円筋から広背筋が伸びていくので、これによって少し体重かけて少しだけ倒していくというだけでいいですね。とにかく遠くに伸ばすという感じでやっていけば、ずーっとここ伸びてくるという感じでいきます。で、これを左右交互にやっていきます。で、今この大円筋広背筋を伸ばしますけれども、これを肩甲骨をこういうふうに開いていくようにして、背骨がありますね。背骨にこう、肋骨がこういうふうにね、ついてますね。この肋骨のところもグッ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 と一つ一つ開いてあげるような、まあそんなつもりでの、緩やかなこのカーブを描くような、左右に、サイドに振るようなストレッチ。遠くに伸ばして、息もこの時に吐いてぐーっと伸ばしていく。という感じを何回か繰り返していきます。はい。続いてはちょっとでんでん太鼓のような感じで、ストレッチをしていきますけど、まあそんなに早くは振らないですけど、これを手を広げます。手を広げたまま、骨盤はあまりねじらなくていいんですけども、骨盤と、足とか骨盤をねじらないで、このままぐーっとねじっていく。で、この手ありますよ、手のひら。手のひらを主体にこう振っちゃっていいです。手のひらをこのでんでん太鼓のようにぐーっと反対に振っていくような感じでストレッチ。で、これ足をこうやってやったらこの足になります。足じゃなくてこのこっから上をねじっていきます。こうね、お腹から上をねじっていきます。で、これによって、ちょっとこっちから言うと、こう開いていくと、こう大胸筋伸びますよね。で、それと同時にこの肋骨のあたりのねじりを生むということ。ね、肋骨のあたりのねじりを生むように、これを手のひらをぐーっとひねっていきます。で、今度逆にぐーっとひねっていって、まあ、こうね、骨盤をひねらないでね、骨盤は足の方向に向いたままでひねっていく。というふうにやったら肋骨をこの辺伸びますね。寝転んでこうやってぎゅーっとやるストレッチありますね。ああいう感じなんですね。なので骨盤は正面向いたままで手のひらをぐーっとこっちにひねっていく。という感じなんですけど、これをまずできたら、今度はこのまま骨盤はこのままで少し振っていくというストレッチをやっていきます。手を、ね、この腕の遠心力を使いながら少し動いていく、動的に動いていくというストレッチができる。さっき言った骨盤をねじらない。骨盤とね、ねじらない。足もねじらない。このままで、こっから上だけ、多分お腹というよりはね、肋骨から上だけをひねるようなつもりでやっていくだけでいいです。で、このままねじっていくのに吐く。吐かないとねじらないので、ねじった瞬間に吐く。まあ、そんな感じで、でんでん太鼓のように、この腕の振りを使いながらやっていって、この肋骨をねじるようなストレッチをやっていきます。はい。次は鎖骨を開いていきます。手をね、ここに組んだら、手のひらを閉じます。必ず手のひらを閉じてください。そして肘を伸ばす。まず、ここまでできますよね。手のひらを必ず閉じて肘を伸ばす。これをやった上で、肩をぐるっとひねるということね。これ、肘が曲がってたらあんまり良くないし、手を開いたら楽なんですよ。手を本当にもう閉じる、肘を伸ばす。それから、肘が伸びたまで肩をぐるっと後ろにひっくり返す。で、もう一つ重要なのが、お腹が出ない。これをやるときに、ね、なかなかね、このね、肩の前の鎖骨のこの付け根のあたり、こう、結構硬いんですよ。いや、これができなくて、やろうと思ったら、腰が入ってお腹グッと、これはどこのストレッチやってるか分かんなくなって、お腹まっ平らのままで肩の前を開く。
それも肘が伸びたまま。だから無理しすぎない。肘を伸ばしてお腹が出ない。その中での肩の前を開く。ということをやっていきますね。このあたりね。このあたりのところが伸びるような、開くような感じで、お腹まったりのままこう開いていく。という感じ。これね、なかなかやっぱちょっとね、デスクワークの人きついんですね。多分、ほとんどの人が腰が入ってお腹出ちゃいます。これ絶対押さえて、多分、ちょっと見ながらやらないと、ね、最初わからないかもしれない。自分が出てないと思っても結構出てますから、お腹、ふっとね、まったりの固めてから、肩の前を開く。ここは伸びてる感じがあればいいだけなんで、それ以上無理をしない。という感じになります。はい。そして今度は三頭筋を伸ばします。この三頭筋。三頭筋を伸ばすんですけど、これを肘を上げて、こうやって伸ばすやつありますよ。で、これだけじゃないです。これだけだとちょっと単純すぎるんですね。ただただこの付け根が伸びてるだけになるから、それだけじゃなくて、今、この手のひらありますね。手のひらこれ今、このままだと頭に手のひら向いてますね。手のひらを自分のこの腕の方に向かってこうひねります。こうひねりますね。そうすると今親指そっち向いてますね。このひねった方向にさらにこの手のひらで、こっちの反対の手でですね、この親指で押しながらギュッとひねってかつ引っ張ってあげる。もうなんか柔術やってみたいな感じ。これを、これに対して親指でこの手首のところにこのボコッという骨ありますよね。手首の骨。この骨のあたりを押してかつこの他の4本で掴んでねじりながら下に引っ張るという感じの三頭筋のストレッチ。それをやっていくと、ただ付け根だけじゃなくて全体もこのあたりまで全部伸びてきます。逆も手のひらこうでしょ、逆に向くでしょ。この手首のこの骨に親指を当てて、他の4本をこっちに添えて、これをよりこの方向にねじりながら引っ張っていって、肘がより上がるという感じに、こういうふうにまあしていくと、まあ親指だけじゃなくてです、もうこうやってガッとじゃあ握ってです、握ってこのねじりをさらにねじりながら、握ってねじりながら引っ張っていくというふうにやっていくと、三頭筋がもっともっと全部伸びてきますね。よりねじって引っ張るという感じの三頭筋のストレッチです。なかなかちょっとコツがいいかもしれない。これに対してよりこう、握ってねじる。で、引っ張る。という感じですね。はい、これもね、ちょっと先に練習した方がいいかもしれないですね。で、今度は、立ったままなんですけど、まぁ、ちょっとね、しゃがむとこまでは多少入れさせてください。座りはしない、寝転びはしないということで、しゃがむぐらいはちょっと入れさせてほしいと思うんですけど、まず普通の前屈。まあ、普通に前屈あります。まあ、これが硬い人がそもそもいるんですね。まあ、当然膝を伸ばしながらやっていくんですけど、かかとだけに体重かけないで、半分はつま先に体重かけていいですから、全体に体重かけながら、この指先、そして頭を落とすというね、感じで前屈をしています。いきます。で、息を吐きながら伸びるという感じで、つかない人はこの指先をぐーっと下に遠くに伸びるようにしてください。ここら辺つかまないで遠くに伸ばす。で、頭の重さを使って息を吐くという感じ。で、これだけだとやっぱりなかなかいかないと思うんですね。これを一回しゃがみます。しゃがむ。しゃがんで一回、10秒、15秒ぐらい。こういう風な感じで。待って、内ももあたり、お尻あたりちょっと伸ばしたら、ここからもう一回このまま前屈すると、さっきよりは少しね、伸びてくるんですよ。少し伸びてくるんですよ。で、もう一回、しゃがんで、腰はそんなでもないですけど、もも裏もそんなでもないですけど、お尻、内ももあたりが少し伸びて、この時に、肘を膝の中に入れて、この時にかかとがほら、かかとが30センチぐらい開いてる状態。この状態でしゃがんで、頭上げた方がいいですかね。猫背ならね、頭上げた状態でお尻を落とす。これが重要ね。頭を上げて、お尻が落ちた状態。で、このまま、もう一回前屈やっていく。という感じを、これを繰り返していくと、徐々に、伸びていきます。下につくようになっていきますね。さらに今のもうちょっとリアクションを強調したパターンがあるんですけども、これは、このまま、でっちりでこう、グッドモーニングぐーっと腕を上に上げて、腰背中を反らす、縮める。この状態になって前屈いきます。そうすると腰が柔らかくなります。このままぐーっと腕を上げて前を見て、とにかく腕を上げてこの腰を反らす、胸を持ち上げるという感じ。膝はできるだけ伸びた方がいいんですけど、伸ばしたような状態でぐっと持ち上げて腰を収縮させる。ここであえて息を吸っといて、息を吐く、脱力で遠くにぐーっと伸びていくとより伸びます。息を吸って、この人今こう緊張がある、力入ってる、ここもちょっと緊張がある、硬くなってる感じ。この状態で息を吸って、さらに緊張させておいて、息を吐く。という、さらに遠くに行く。このパターンはかなり下にどんどん行きますので、硬い人はね、これを、このパターンでやった方がいいかと思いますが、これをね、4、5回繰り返してやってみてください。そして今のこの前屈なんですけど、前屈をね、このままやっていくように、このままね、まっすぐやっていくだけじゃなくて、少しだけねじりを加える。片方の手の方にぐーっと少し体重をかける。で、上がって今度逆にかける。で、今度は逆の方に手を伸ばす。
そしてまた反対にずーっと押で、今度真ん中やっていくと、よりぐーっと伸びる感じがあるかと思いますね。ただただまっすぐでやっていくのも、一回片方だけです。こっちにやると、よりこっちの足にね、ももが伸びていきます。で、こっちにやると、こっちのももがより伸びていく。で、それを片方だけにやった後で、両方ぐーっとやっていくと、よりまた遠くに伸びていく。まあ、こんな感じでね、多少少しねじりを入れて、真ん中というパターンもやってみてください。そしてそれに関連して少し角度をつけてやっていきます。片方の足を外に出して、つま先上げた状態で、まあこのままずっと伸びていく感じ。この時によくありがちなのが、つま先下ろしてもこうやってやっていくんですよ。これじゃなくて、つま先上げてます。まあ仕事場とか、ゴルフの時は靴履いてるんでそんなに痛くないと思うんですけど、かかとをついたままこの方向に手を伸ばしていく。こっちは曲がっていいです。こっち曲がっていいんで、こっちの足だけ伸ばして、つま先上げていくと、もも裏と少しだけ内側伸びていきます。で、今度逆。つま先を上げたまま伸ばしていく。という感じ。これ遠くにずーっと、この方向にずーっと伸びていくように、必ずつま先を上げてやっていく。という感じ。これつま先が大事になってきますね。そしてここでまあよくあるパターンのやつですけど、これもやっていきましょうか。股割りのストレッチね。膝を広げてね、つま先を広げて、そしてこの状態で四股を踏むような感じでやっていくということ。できればこれは、この僕が今やってるような角度で、足を曲げた時に、すねがね、互いに垂直になるところの足幅がいいんですけど、これが硬い人の場合、こうなっちゃうんですよ。膝がこうなっちゃう。どうしても内ももが伸びなくて。もうこういう場合には、少しだけ狭くしてやっていった方がいいです。硬いのに無理やり広くして、膝がこうでしゃがんでても何やってるかわかんないけど、伸ばしたいところ伸びないですよ。内ももが伸びないですよ。なんで、硬い人は少し狭くしてのしゃがむような感じでやっていく。それをこう胸を起こしてですね、胸を起こして胸を頭を持ち上げてやっていく必要があるので、この状態でやっていくということ、できるだけ胸を持ち上げてやっていく。ね、だからそこの自分の硬さに合わせて足幅を決めてください。で、ここまで落ちた方が伸び、内ももが伸びるので、これを広くやって落ちないんじゃ何にもならないので、自分の硬さに合わせてそれをもっと落とせるようにした方が内ももを伸ばせるということ。柔らかい人は広げて、この感じで、もう水平まで目指してやってほしいということですね。ここね。そうするとしっかりこれを外に開いて内ももが伸びていきます。はい。この細かいところ結構大事です。自分の調整も大事になってきますね。はい。そしてこれもよくありがちですけど、このもも前のストレッチ。まあ壁なんかを使ってこういうふうにやっていきますけど、これ、まず重要なのがですね、ここの角度ね。ここの角度が、硬いからってこういうふうにならないね。クロージにならないように、むしろこの股関節の前を開くような感じで、つま先を掴んでほしいということで。股関節の前を開くことで、付け根からずーっと伸ばしていくということ。ただ、これも硬い人に限って、お腹がポコーンと出ます。腰が反って、お腹が前に出て、どこを伸ばしてるか分からなくなるんですね。この状態では結局、ここを股関節を開いてることにならないです。膝が後ろに行ってるようで、こういう風になったら全然付け根が伸びてないので、お腹真っ平らの中で股関節から股関節から下が後ろに伸びているという、ね、ここは変わらないけど、こういう感じ。今僕やってるみたいに、肘を壁に軽くついておいて、お腹を触ってお腹が出ないのを確認して、股関節から下が後ろに伸びる。というような感じで付け根から伸びている感じをしっかり作ってほしいということです。この股関節のあり方、お腹、これ大事になりますね。そして今度ね、アキレス腱になってきます。下がってアキレス腱になりますけど、アキレス腱よくあるのはこうやってやってますけど、なんかね、うまくできてない人が多いんですよ。なんとなくやっててうまくできてない人が多い。うまくできないのはもっと簡単なやつだった方がいいです。もう単純に、このまま、しゃがんじゃうだけ。しゃがむだけ。ね。これ全然狭くです。逆に狭い方がいいです。これぐらい狭いところでもうしゃがんでいく。しゃがんでかつ、体重を少しだけ前にかける。もう前にかけてあげるんです。もうこれだけでアキレス腱ね、伸びますから、もうこれでいいんですよ。この状態でアキレス腱を伸ばしていく。足を広くやったらさっきの内ももになるから、かなり狭いところ、ほぼついてるぐらいのところでしゃがんでいって、前にちょっと体重をかけるっていうふうにやっていけば、アキレス腱が伸びますから、まあこのパターンでやった方が簡単かなと思います。はい。そして最後はちょっと大きめにやっていきます。ね、セクシーフィットネスやってるんで、ランジをやらなきゃしょうがないですね。まあランジやりますけど、筋トレじゃないです。そこでバックランジやるってわけじゃないですけど、でもね、ゴルフ場でね、バックランジって何それ何それってね、教えてくれってヒーローになれるかもしれない。ぜひね、これ広めてほしいんですけど、バックランジはね。で、これは、そのバックランジじゃなくて、前後に足を大きく開いて、ほぼランジの状態になって、膝はつかなくていいです。膝はつかなくてもいいですけど、この状態で手を伸ばして、胸持ち上げたまま、まずこれ垂直ね、垂直。前かがみにならない。まっすぐ垂直でありながら、ちょっと斜めになりますね。それでこれを倒していく。倒していくけど、倒そうと思ってこう前かがみになったら意味ないよ。
これがまっすぐな状態のところでこの手をまた斜め上に伸ばすような方向になっていくと。無理に倒すだけで斜め上に伸ばせばもうここからここからここから付け根からここまで全部伸びてくる感じになってくる。ちょっと距離がないんで足切りますが、正面から見ると膝はついてないけどここからこのぐらいの角度でいいとか、これぐらいで十分。無理に倒すとも多分こうなっちゃう、ならないようにこれぐらいでいい。これを左右交互にやってて、少しだけ落として付け根が伸びたところで真上、垂直真上からちょっとこっちに倒すということね。肘をつく必要ないです。手を置いといて上に伸ばしてちょっとこう倒すね。横から見たらこのぐらいで、真上の状態でちょっと上に遠くに手を伸ばすとしっかり全部、遠くに伸ばすからしっかり全部こう伸びてくるという感じで大きめのストレッチもやっていきます。はい、そんな感じで全身をやっていけば、立ったままでもね、お尻をつかずに寝転ばずにストレッチができると思いますね。まあこういうのは、まあ、全部じゃなくてもいいですよ。今の中で自分がね、やった方がいいものを取り入れてぜひやってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。